はいどうも、はい、タンです。さあ前回まあまあいい思いをさせてもらった日向に今日も来てるわけなんですが、今日はまあ目的が一個あって、まあ、この間ちょっと新調したんですけど、それのこう比較的な動画が撮れればいいなと思って、今日はチクラフトのモンスターストリームの PR をセレクトしてきています。で魚かけた感じとかね、違いを見てもらえたらなと思ってちょっと今日は来てみました。この間に比べたら結構風が今日強いんで、多少状況が前と違うので釣れるかどうかは分かんないですけど、まあ、やってみたいと思います。で、ロット以外のセッティングはもう全て一緒ですね。リールがエクスセンスの 4000MXG、 その他は変わりないです。今日は鳥がいっぱいいるな。さあ着きましたので早速投げていこうかな。じゃあ早速投げていきます。とりあえずは、キックビートの5517g。 あ、で今が3時過ぎですね。で夕方にかけて、干潮になるタイミングです。今日風が強いね。多少風があるんで、波っ気があるんで、カラーがシルエットが出るようにと思って一応ブラックキャンディーをセレクトしていますけど、あんまり思ったほど水濁ってないね。どんどん歩いていきましょう。弾丸しましょう。本当でもこのエリアはね、日によって魚がいたりいなかったり、何が要因なのかっていうのはよくわからないですけど、なんか久々にモンスターストリーム投げると全然やっぱフィーリングが違う。結構ねモンスターストリームはティップベリーバットで弾性率の違うカーボンを使ってるんで、かなり急激な曲がり方をしますね。ロッドの特徴としてですね、ティップはわりかししないかなんですけど、まあ、ベリーバットがかなり反発力が高くて、すごく70センチぐらいのシーバスなら楽勝って感じですね、この竿は。ただそのテーパーが結構急なので、なんていうのかな、ちょっと、まあ、癖があるっちゃありますよね、やっぱり。ただ見ての通りバイブレーション引くだけで結構ティップはこう入ってくれる竿です。で対してジェノスの 96MR はですね、結構レギュラーテーパーですけど、もう先端までバリッと張りがあって、そうだなまあバイブレーション引いたぐらいじゃあんまり負荷が分かんない感じですね。
でかけたら本当レギュラーテーパーっていう感じの素直な曲がり方をします。なの で意外と硬いけど意外とかけたら曲がる、まあ、ナノアライが搭載されてるんでそこら辺もナノアライが入ってるブランクスってなんかそんな感じですね。あの僕が持ってるヤマガブランクスのバリスティックベイトもそうですし、投げ触った感じは結構硬いなって思うんですけどかけたら結構曲がる、なんかそういう相反する性能を持ってますね。まあ、今日は大潮なんで行けるならもうちょっと先まで行ってみたいかなと思うんですけど、まあ一人なんで無理は禁物で、反応がないのでカラーを変えてみましょうかね。いれば食うと思うけどね。はい、じゃあ一緒キックビート、ですけど 7015g のボラカラーで、まあ、どうしても夜の方が今潮が動くんで夜の方が活性が高い魚が多いかなって感じはしますけど、まあこの間の朝マズメもよく釣れたしやってみなきゃ分かんないですからね。そこはちょっとちょい下がりすぎかな。ゴミ拾っちゃうね。かな潮が、ああ、ショートバイト、よかった、とりあえず釣れましたね。
釣れたけどめちゃくちゃ痛い。竿が無事でよかった。とりあえず